無事にバケオンもこの感じだといい感じに、なんで早く終わりそうって大変なんだけど、特になんかめんどくさい調整とか、あれこれ壊れててやばいみたいなトラブルになんかなりそうもなく、普通に、まあ今からこうオイルクーラーとか、あ、もう見えちゃった。見えちゃったんだけど。まあね、これから追加していくわけですが、とりあえずね、もう次作るバイク、もう決まってますっていうか、もう入手してます。入手してもフレームで、ね、もう見えちゃったけど見えちゃったんだけど次作るバイクがもうフレーム仕入れてます。でそれが今回はあと2台、もう一気にというか、たまたまいい個体って言ったら変なんだけど、なんていうのかな、まあ気持ちが変わったりとかして、これ作ろうと思って買ったら、あ、これも売ってんだ、じゃあこれも買っとこうかなって思って、買ったら買って、なんて普通に買えちゃったから、ああまあいいやって感じ。とりあえずフレームが2台あります。じゃあそのうちの1台早速紹介しますけど、ででんこれフレームだけこうやって見てわかりますかね。これあの KZ500B KZ って KZ だよね。そうだね、 KZ500B っていうフレームで、いわゆるまあ Z400FX とか Z550FX とかもほぼほぼ同類というか、まあまんまこの FX のパーツが流用できるみたいな、ちょっとその辺詳しくは分かんないんだけど、まあ大体この FX400 の FX シリーズって、このなんていう、海外出荷バージョンとか、なんだっけな、リアがドラムだったりディスクだったりとか、なんかいろいろ仕様が若干異なってたりとかするらしいんですけど、まあ言うてほぼほぼフレームは共通で、でまあそれが変えましたよっていうね。だなんかあの動画出したじゃないですか、次なんかこういうの作りたい、あ、これじゃない、なんか これなんかなんだっけな、次作りたいバイクなんかコレクションみたいな感じであれこれって言ってたと思うんですけど、もうまんまこれです。FX 作りたいって言ってたんですけど、本物がめちゃくちゃ高いのでもうありえないんですよね。例えば Z400FX の国産なんか、例えば E1 から E4 まであるじゃないですか、あれのフレームがもう異常な値段がするんで、フレームだけで100万近くいくから、もうバカじゃないのっていうぐらい値段高いので、買えませんそんなの。だから何ていうかな、見た目一緒だったらいいじゃんって思うんですよ、自分的にはね。だから何ていうか、見た目一緒でいいじゃんって思って、でも値段がそれなりに手の届く範囲ってなってくると、もうこういう海外出荷仕様とか、もしくはちょっと違うモデルをその FX 外装にするとかね、しか選択肢がないから、まあもうこういう手段になっちゃいますよね。とはいえ 500FX って何ていうのかな、ちょっと半端って言ったら変なんだけど、400にするか550にするかみたいな、ちょっと中間になってて、例えばパーツがちょっと少なかったり、まあ、乗るんですけどね、結局乗るはずです共通部品のはずが、その辺はだ、例えばなんていうの、400これってね、ちょっと自分詳しく分かんないんだけど、400のエンジン乗っけたら中型免許でも乗れるようになるんですかね。これなんかあのフレームが Z500 なんですよね。でエンジンに 400cc のやつ積んだら中型免許しか持ってない人でも乗れるようになるのかな、その時なんだろう、中型登録になるのかなみたいな、その辺分かんないんですけどね、詳しくは。なんかね、ヤフオクとかでこの他にちょっと実際自分が見たやつは 550FX がなぜか400登録でなんか乗れますってやつを売ってたんですよ。それ聞いたんですよね、質問で、どうやってるんですかみたいな、これなんかボアダウンみたいな 400cc のエンジン積んでんですかって聞いたら、普通にフレーム番号もエンジンも550だったとかね。え、じゃあそれってなんで 400cc 登録できんのみたいな、だからその辺ちょっと謎なんですよね。だからその辺ちょっと自分は、まあ、やんないですけどね、とりあえずなんか例えばこれ組んでこう仕上げるんだったら、もうとりあえず陸運局のなんていうのかな、指示に従って登録するんで、まあちょっとそれまだエンジンとかも入手してないからどうなるかわかんないけど、550なんのか400なんのか、それともそのまま500が乗るのかって、その入手次第なんですけど、なんかこれちょっとめんどくさいのが、500だからフレームが 550cc のエンジン乗ると、あ、まあ別にそれもなんかね聞いたんですよ、車検の方に、車検代行の方に聞いたんですね、詳しく。あれスプロケが一緒だったらなんかいいみたいで、だ結局ね、なんかあのこの駆動輪を、なんていうのかな、元のやつと一緒って、なんかね、この辺の法律もすごい曖昧みたいで、ちょっとこれ話聞いたんですけど、このエンジンからの動力システムが同じだったら問題ないんだ。結局ね、この動力に伝えるものが変わっちゃうと、そのなんていうのかな、これじゃ耐えきれないんじゃないのっていう見方みたいで、同じだったら、あ、じゃあこれだったら問題なさそうだねって見方らしくて、だから単純にスプロケットの例えばあれじゃない、なんかなんだっけ、サイズ500なんとかとか630とかってあるじゃないですか、あれが変わってなければいいって意味なのかな。
ちょっとその辺がちょっと詳しくはまた聞かないといけないんだけど、だからスプロケットを例えばメーカーの何使ってますって証明して、純正とサイズは異なりませんよってことを証明できたらもうそれで OK みたいで、だからなんか排気量アップしたところで別に関係ないみたいな。そもそもこれ500って500 大型のこのくくりだから、 50cc アップして、なんていうの、中型から大型にこの変わるとかで、まあ、実際あの国内新規登録なんで、ちょっともう話はちょっとややこしいんだけど、国内新規登録ってぶっちゃけなんとでもなるみたいなんですよね。こういう風になってましたみたいな感じで通っちゃうから、だから国内新規っていうのは緩いんですよ。例えば途中でそういうな構造変更すると改造申請とか、その辺がめんどくさいみたいなんで、もう最初のうちでそれやっといた方がまあ後々楽っていうね。だからこの中型で仕上げるか大型で仕上げとくかで、ちょっとその辺の話も変わってくる話。例えばね、中型で登録しておいて、あなた後550のエンジン積み替えますって時には、もうその中型から大型になるから、その辺のなんていうのか、改造申請とかで通さないといけないとか、その辺の後々部品を変えるときにめんどくさそうだな、まあ、別に変えなきゃいいんだけどね、それはちょっと分かんないけど、まあ、その辺があるんだったら、例えば400の部品だけでこの入れ替えするのか、もしくは550とかのパーツにしておいて、その550とかの多分パーツの方が安いのかな、ちょっと分かんないけどね、400でも GP とかいろんなのが使えるから、そういう何ていうの、後々のアフターケアを考えると、400仕様で仕上げるのか550で仕上げるのかってので、ちょっと自分的には悩ましいところなんで、悩ましいというかパーツ入手次第なんだけど、どっちが得なのかなっていうね、まあ、分かんない。これ結局ね、飽きたら売るっていうこと前提だから、まあ、馬券もそうだしね、こうやって入手したってことは、いずれこれも飽きてこれに乗り換えるはずじゃないですかあんまり考えたくないけどね、結局そうなると思うんですよ。こいつが完成したら、こいつに乗るために馬券を手放すことになっちゃうから、まあそれそうだよねって、もうこれを完成させていくっていう意味では、もう馬券を手放すこと決定してるから、だからそういう意味ではね、なんかもうかよみたいな、まあまあそれはしゃあないんだけど、だとりあえずね、そのじゃあこれもまた同じように完成して乗ってて、また別の車種とかを作ったりとかして、結局こいつも結局乗り換えることになるわけじゃないですか。でこれ見た目結構綺麗なんですよね、状態的に。こうして見た目すごい綺麗なんですよ、この年代に関しては。まあこれは錆びたりはしますけど、とはいえ年式的にはすごい綺麗です。ただちょっと気になるのがね、このシートのこの何でベースっていうんですか、シートのこのもう一個のとこがなんかなくなってんすよねこれここなんでかわかんないんだけど、でここが割れることっていうか折れることあんのか知らんけど、ここ一個しかないです。だからなんかわかんないけどね、これも売るときにまたこの一応もろもろ映しますけど、ちょっとこの辺がなんかこれ曲がってるのか、これこんなもんなのか曲がってるのか知らんけど、なんかバラしたときにここぶつけて曲げたのかわかんないですけどね、こうやってここは曲がってないからね。ちょっとこの辺また売るときにこう後々になって、ここがないぞとか、ここ曲がってんぞって言われても、いやそう言ってたじゃんみたいになるから、一応ここら辺でこのフレームの詳細一応こうやって見せたいと思います。とりあえずね、そんなに年式を考えたらサビはすごい少ないと思います。でなんか知らんけど、そういうここシートのところの方がなくなってて、一箇所でしか、まあ一箇所止まってもなんとかなるんですけど、ガタガタするんでしょうね、きっと。こうガタガタってシートがね、でもこうやってピタッてこうくっつくときは大丈夫だと思うんですけど、なぜかこうがないっていうね。でそれなりに年式としては80年式だっけな、これちょっと年式ちょっと分かんないですけど、あちゃんと現地タイトルもあるんです、見れるんですけど、だそれが80年式だったと思うんですけど、その年式の割にはだいぶ綺麗な状態なんじゃないかなって思います。でここがなんかこれ曲がってるもんなのか、こんなもんなのか、曲がってこうなってるのかちょっと知らんけどね、まあそういう意味ではこういうとこ、ここは大丈夫なんだけど、あっち側はなんか曲がってるように見えるんだけどねみたいな感じです。とりあえずね、こうしてみたらこう状態はすごい綺麗なんで、まあ、うん、これをベース車両として使うフレームとしてはすごくいいんじゃないかなって思いました。で国内新規登録ですと、だからまああれこれ550のエンジン乗っけて Z550FX の仕様、まあ外装はあの 400FX の仕様にしますけどね、だから 550FX として仕上げとくか、ただこれ何だろう、手放すときに中型免許しか持ってない人が乗れるように 400cc のエンジンで仕上げて持っておくか、ちょっとその免許の区分どうなるか知らんけど、それはもう本当わかんないんで、こっちとしては 400cc のエンジン積んどいて、登録上 400cc 登録ができるんだったら、じゃあそれ中型でも乗れる仕様にできるよねって感じで持ってけるのかなって考えたら、じゃあ400で仕上げてた方がいいのかなみたいな
風にしてた方がいいのかなってちょっと思いました。なのでちょっとこの辺は、ちょっとその辺パーツの入手次第、結局エンジンが変えるかどうかって、そのあと値段的にもね、予算的にこう変えるのかどうかもちょっとよく分かってないので、その辺はもう本当にパーツの入手次第で考えたいと思います。だから このフレームに関してはとりあえず Z500 ではあるんですけど、400仕様で仕上げるか 550仕上げにするかっていうのはちょっと今お悩み中です。で次なんですけど、ででんででんじゃないけど、まあこれもまあ言うたらざっくり言ったら FX なんだ。これ塗装しました。これもまあある程度状態良かったんで、ある程度こう磨いて錆落としてこう塗装しました。これ自体はあの Z の KZ1000ST ってやつです。これなんかっていうと、KZ1000M2 のまたちょっとした違う車種みたいな、まあ、正確にはタンクの形とか大きさとかが若干違うんですけど、この Mark II で値段が安いモデルとして唯一あるのがこの ST ってやつです。これ何が違うかっていうと、シャフトドライ大きく違うのはシャフトドライブ、これちょっと今マスキングで隠れてるんですけど、このシャフトドライブっていう、なんてあれ、なんだったっけな、あれ VMAX とかもそうだったっけな、 VMAX がそうだっけ、 VMAX も確かシャフトドライブだったはずなんですけど、そのシャフトドライブ仕様の Mark II って感じで、でも結構これも今値上がりしてんですよね。10年ぐらい前は確か2、30万で買えたぐらいすげえ安かったんですけど、もう今見たらもう100万超え当たり前みたいな、これでも100万超えんのみたいな。だからね、ちょっとこれももうお宝みたいになってるんですよね。多分これも普通に値上がりしていくと思います。というかもう KZ シリーズも値上がりしてるからね。昔だったら Z が買えない人が乗るバイクだったはずなのに、もうそれすらももう乗れなくなってくるバイクになってんのかなって思うと、なんか悲しいっすよね。で、こういったとりあえず塗装して綺麗にしましたと。で、こいつの唯一っていうかもう本当に難点なのはこのシャフトドライブなんですよ。これ例えばなんかスイングアーム、これも国内新規登録するので、これもなんやかんや構造変更は、まあ、必要ないっていうか、その国内新規登録するからその辺はなんていうか緩いというかできちゃうっていうか、それも確認しました、この車検代行の方に。なのでこれ自体はシャフトドライブで組むんじゃなくてチェーンドライブで組みます。だチェーンドライブ化して、いわゆるもう本当に見た目 FX と変わんないみたいな。ただタンクとかはどうなるか知らないんだけど、ST のタンクって実際KZ1000M2 のタンクポン付けできないみたいで、ただ乗っけて無理やりつけたりできるのかちょっとわかんないけど、例えばこのフレームに合わせてちょっと裏側ちょっと凹ましたりとかして、でこの辺になんか引っ掛けるゴム、Z とかに使われるゴム無理やりつけて引っ掛けとくか、まあ、なんやかんや無理やり、じゃ試さないとわかんないんだけど、無理やり乗っかったりすんのかなみたいな、それはわかんないけどね、無理やり乗っかるもんなのか無理なのか、ちょっとその辺も試すしかないですけど、とりあえずそれでやるのか、まあ、もしくは ST のタンクそのままつけてもう ST 仕様にすんのか、 Mark II とかの外装で仕上げるのかっていうのはちょっとこれもパーツの入手次第で考えたいと思います。で一番の難点はまあ当然シャフトドライブなわけで、シャフトドライブって実際にこの部品見てこれでかいんですよ、この形状はね。だピボットシャフトがでかいから、これどうやってつけんのみたいな。でも実際ねネット情報なんですけど、これなんか普通にマーク2のなんかスイングアームつけてるやつネットで画像検索したら出てくるんですよ。どうやってんのかマジで分かんなくて、もしくはピボットシャフト自分で作るとかね、なんかしら金物屋さんでこういうのって作ってもらえるんですよ。ただこれなんだっけ26ミリかな 26.5 とか若干遊びがあって26の多分シャフト入れたらちょうどいいぐらいに入ると思うんですけど、26ミリのシャフトってなかなかないんですよね。ましてKZ とかのスイングアームって26って入んないんで、でこれどうするかっていうと、なんやかんやスポーツ系のバイク、例えばなんだっけ GSXR なんちゃらとか、あと ZX12R とかのなんかピブなんかシャフトが、なんかシャフトじゃないやスイングアームが使えるみたいに書いてんだけど、あれだってモノサスなんですよね。だからモノサスだから、こういうなんていうのかな、左右にこのサスペンションがあるタイプってどうやってつけんのみたいな。でそれなんやかんやの溶接でスイングアームにこのサスペンションがつくようになんか溶接のしてそこにつけてるみたいな感じらしくて、だからそのスイングアーム加工が必要とか、だからこの例えばスイングアームをこの26ミリ径で使うっていう意味はできよう、やろうと思えばできるんですよ。ただモノサスだからサスペンションつけれないとか、
サスペンションつけるためにスイングアームにこのなんか取り付けするところを溶接しないといけないとか、そういうのがあるんでちょっとなんか難しそうだなっていうね。だから今ちょっとねこれ自体はそういう意味ではスイングアームに今苦労してます。いろいろ調べてんだけど合いそうなのが見つかんない。だスイングアームをどうするかっていうのがまず分かんないっていうのと、でこれちょっとまた難点が一つあって、実はこれ現地タイトルがないです。これバイク屋さんで買ったんですよね。バイク屋さんのところでフレーム買ったんだけど現地タイトルがないって。ただね川崎って現地タイトルなくてもその所見表をこの川崎に、あ実際のこれもネットで調べて出てきました。あのねこの現地タイトル川崎の場合はこの川崎の方に連絡して年式調べてもらって所見表を発行してもらえばそれが現地タイトルの代わりになるってことで、それはできるって言うんですよ。だから一応譲渡書とあとなんだっけあれ関税書か税関通過した書類があるんで、現地タイトルがない場合は一応メーカーに問い合わせてその年式とか、まあ、フレームナンバーで言えばやってくれると思うんですけど、その辺を現地タイトルの所見表を出してくれるそうなんですよね。だからその辺はまあ問題ないらしいんですけど、まあ、あるのとないのではちょっと手間がかかるみたいな。なかったら自分でこの川崎に連絡して所見表を出してもらわないといけないみたいな手間がちょっとかかりますっていうのと、まあでもそれはできそうだなっていうのがあるんで、まあそれはいいとして、で次に考えるのがまあそういう書類、自分でこの現地タイトルがないから自分で川崎に連絡して所見表を発行してもらうっていうちょっと手間がかかるよなっていうところです。まあそんぐらいですね。とりあえずそいつをやらないといけないっていうのと、プラススイングアームがそもそも使えるかどうかっていう、まあ使えるかどうかっていうか使えるっぽいんだけどポン付けとはいかないっぽい。だからね、あと結局こいつもエンジン買わないといけないから当たり前だけど、実際なんかねこれエンジンは共通で ST ってなんかこのシャフト関係でいわゆるギアのとこギアボックスあたりがなんか違うから、で結局あの一緒らしいんですよね。そのいわゆる普通になんかこのなんていうのギアからここにシャフトが出て、そのなんていうの外側いわゆる なんていうのスプロケ付近が違うらしくて、そのスプロケがいわゆるシャフトドライブ仕様になっているのを外してチェーンの普通にスプロケつけてチェーン化簡単にできるっぽいっていう意味なのかな。だから元は一緒らしいんですよねエンジン自体は。だからねなんか普通に例えば KZ1000 と KZ900 とかのエンジンがなんかまんまポン付けできるっぽいんですよ。実際これなんかパッと見なんだけど多分エンジンハンガー一緒なんですよね。実際自分エンジン組んだことあるから、あの KZ1000 のね組んだことあるから多分一緒なんですよね、このエンジンハンガーの位置とかその辺。だから多分ポン付けできるんですよ。だから例えば、まあ、でも実際この Z のエンジン今高すぎ本当に。だからこれエンジンだけで多分60万70万するんじゃないかな買うとしたら。だから高すぎるから なんやかんやこいつ仕上げるのももう100万まあ余裕持ってね100万円ぐらい考えないといけないからちょっと高すぎねっていうね。だからそれも含めこれ部品がとにかく特にエンジンが高いから、だからこいつもこいつで金かかるなーっていうね。で、まあ、根本的にあのエンジン買ったところでとりあえず今度はこのスイングアームをそもそもだいわゆるちゃんとこれ走れる状態っていうことを確定しないとちょっと、まあ、できると思うけどちょっと今の自分には分かんないから、ちょっとまずその辺はスイングアームのこっちのシャフトだ、シャシだよね、シャシのところが解決しないことには進めらんないんですよ。最悪分かんなくて作れないって可能性全然あるし、ネット情報ももう全然出てこないからもう分かんないんですよね。だからちょっとその辺がね、とりあえずこのスイングアーム何つけれるかとか実際車種としてこの機能すんのかっていうのが分かんないとこれ組めないんですよね。まあ別にエンジンはそれなりに価値あるもんだから最悪作れませんでしたって言ってエンジンは売れるからまあ損はしないけどね、もしかこれ分かる人がやってくれみたいなものとしての価値というか、まあ別にこれが0円になるとかってわけじゃないから、まあ最悪手放すってことも考えてはいるので、作り方が分かりません、よく分かりません、もうこいつ手放しますって言って売ってもまあそれなりにまあ その時だったら価値が上がってるかどうか知らんけど、まあそこそこいい値段で買ったからまあいい値段で売れるのかなって思います。まあちょっとその辺も含めこいつはどっちかっていうと2番かなっていうね、まあ、確実性がないからね自分の中でできるかもしんないけど今現状よく分かってないっていう感じだから、部品買っておいて実際エンジンとか乗っけてこの辺の後ろの足回りよく分かりません、組めませんってなったらちょっと困るから、ちょっとこれはもう後回しかなって思います。
なのでこいつはとりあえずもう問題点として、まあ、現地タイトルがないのは川崎に問い合わせで解決はできるであろうと。で最後にこのシャフトドライブの仕様をチェーンドライブにするためにスイングアームをどうするかっていうのが一番の自分の中で難関となってます。じゃあそんな感じでこいつはちょっと2番目の、なんていうの、この作業の手順としては2番目いこうかなって思います。そんな感じでとりあえずバケヨンはこれからも乗り続け、あ、実際こうやってオイルクーラーも今部品こう組んでというか買ってて、ただねオイルクーラー今ちょっと届くのがすごい遅くて、で今回ちょっとなんていうのかな、予算ちょっと自分のかなんていうのかな計画なんだけど、予算5万円でサーモスタットとそこそこのなんていうのこの機能なんていうの、サーモスタットプラスオイルクーラーのこの周り組めないかなと思って、ちょっと今こうなんか一式セットみたいなの売ってるじゃないですか、あれなんか高いなと思って、安くできんかなと思って、まあ、こういうのは高いんで、こういうのはちょっと高いなって思うんだけど、めっちゃ高いんでこれ1万8000円とかするんだよね、まあ、これは高いんだけど、これホースでも高いんだけど、なんやかんやねオイルクーラーって安いんですよ、その本体自体はね。これ同じもんじゃねえのみたいなやつ見つけて、それちょっと注文してちょっと届くの、まあ、多分中華製なんですよね。でも多分ね作ってるとこ一緒じゃねえかなって思うんですよ、物見る限り。だからちょっとそれ自分が試すんで、安いオイルクーラー大丈夫なのか。一応ねサーモスタットはあの開いたり開かなかったりしたら怖いから、サーモスタットは今アクティブのやつ注文してるんですけど、とりあえずアクティブ使います。アクティブのサーモスタット使って、でこれ使って、まあそれでもそこそこ高いんだけど、でもなんやかんやね、だこれ取り出し口とサーモスタットと、でもこれでもいくらすんのかな、もう言うて、そっか、あのね、で本体とあと取り付けとあとホース類、あの多分だけど5万円ぐらいで、おそらくこの一式セットを変えてるっぽいと思うんで、まあ、ちょっと計算してるのわかんないけどね、変えてるっぽいから、ちょっとそれで問題ないのかっていうのを試します。だからちょっとその辺は含め、このとりあえず馬券はオイルクーラーのなんか安い、まあ、安いっていうか安いセットじゃないのもあるんだけど、アクティブとかので、そのセットで組んでも問題ないのかっていうのを試すのと、じゃあこれから部品を仕入れて Z500 を仕上げていくっていうことを始めていこうかなと思うんで、じゃあ楽しみにしててください。そんな感じ、まあ、ちょっとこれスローペースだと思います。部品がとにかくなんていうのかね、思ってるよりこれ少なんかね高いし、あとねあんまりこう出てこないから、ちょっと今なんか難航してます。難航してるっていうかね、なんか思ってるよりこっち関係のなんか部品なんやかんや高いんですよね。ちょっとそれなんかおかしいなと思ってて、なんで、あ、まあ、なんで400で乗ってる人が多いからかもしんないけど、なんかあの KZ900 とか1000とかの時よりかパーツがなんかやたら高えなって感じがするから、ちょっとそういう意味では、うん、この値段だったら買わないかなとか、もしくはこれもなんか流用できないもんなのかなって思ってて、例えばこの前回りだ、フロント回りとかこのスイングアームっていうか、もう後ろのリア回りとかってこれ900から流用できたりすんのかなとかね。ただそしたらあれかな、スプロケ変わっちゃうのかな、ちょっとわかんないけどね、スプロケが変わったら またなんやかんや言われるのかなみたいな、ちょっとその辺分かんなくて、例えばまあスイングアームだけはとりあえず900とか1000のやつ流用して、この辺の例えばホイールとかギア周りは普通にこの 400cc とか550とかの使えたりするのかなみたいな、ちょっとその辺も本当に分かんなくて情報が。ただフロントは多分ねこっちに合えば使えると思うから、こっちに だっけステムが付けられればこうフロント周りは付けれるから、フロントはいいとして、でこっちも結構リア周りってスイングアームが変わったりするとホイールがつくとかつかないとか、確かねシャフト径違うんですよね、確かね、なんかあの太さが確か違うから、だその辺もねなんか流用できるとしたらできなかったりすんのかなと、ちょっとその辺も分かんないんですよね。なんかそういうのも含めなんかネット情報って出してくんないかなって思うんですけど、やった人はね、だからそれ自分がやりますから、もう分かったことは自分が、だから分かったことはこう発信してもうみんなで共有しよう。本当にこういう調べてわからない時代っていうのはおかしいって気がつかないと、でそれらをやってるのに言わないっていう人たちが、まあ、評価的に悪いよっていうね、え知ってんでしょ、じゃあ教えてよみたいなね、なんで言わないのっていうことでなんか、まあ、嫌な感じに映るじゃないですか。だからそういうのをやめてほしいなって思うんですよね。だから自分やったことはこうやって発信しますから、役立ててください。でそうやって乗る人たちを増やさないとダメだよっていう、これから若い人たちどんどん乗れなくなるってもう分かってるから、買えなくなってくるから、普通にこのどんどん値上がりしてって、もう自分らの世代で終わりだよっていうね、この
多分もう20代とかこれから10代とかにもうつなげてられない、つなげてかなえないんじゃないかなって思いますけどね、この感じだとね。だからもう高級車じゃないですか。で、直して乗るにしても部品が高かったり、で、直し方がよくわかんないとかで、結局諦めてる人多分いっぱいいると思うんですよね。そういうのをちょっと自分やめてほしいというか、そういう人たちに、なんかできる、その人たちでもできるように、大人が頑張んないとダメじゃねえのっていうね。だから自分あの考え方、なんだっけ、ちょっとこのバイクとは全然話違うんだけど、なんだっけ、発展途上国とか、貧乏なんて言ったら失礼なんだけど、貧乏な国ほど子供たくさん産む理由って知ってた？なんだっけ、一夫多妻制とかの理由知ってます？一夫多妻制って、あれ、できる人が、この、子供産めない貧乏な人たちの代わりに自分が頑張るっていう考え方なんですよ。だ例えば、男一人に女たくさんいて子供いっぱい産む理由ってのは、この子供を育てられない、子供産めない貧乏な人たちの代わりに自分が頑張って子供産んで、こうやって、なんていうの、種をなんか残そうとする努力っていう考え方らしいんですよね。自分それすごいいい考えだなと思ってて、日本もそうすればいいのにと思うんですよ。だからそういう風になんか自分思ってて、こうやってできる環境に自分がいるんだから、じゃあそういうのを発信してできない人にこう、なんか与えるって言い方だったらちょっと上から目線すぎるけど、でもね、そういうことをやってって、こういう、だから乗る人を増やしていかないと、これ、なんていうの、人口を増やす努力とも一緒なんですよ。これバイク乗る人口のって意味だけど。だからそれと一緒なんですよね。だから自分たちだけ、だから何回も言うじゃないですか、自分たちだけ良ければいいのって、自己中なのかって言ってるじゃないですか。あれ、ちゃんと説明すると、こういう理由です。だから、乗る仲間を増やしていかないと、結局こういうのに乗る人たちどんどんいなくなっていくよっていうね。だからこういうの、例えばね、旧車はいいとか、なんか排気量マウントするやつに本当に言いたいのが、別にね、それをなんかやるんだったら、それをいいものだよっていうことを、肯定するための努力を自分がやってんのかって思うんですよね。だ例えばなんかまあ排気量マウントのやつするやつってなんか昔からいっぱいいるけど、じゃあ大型がいいっていうことをなんか伝えたいっていうか、それをなんていうのかな、どやりたいんだったら大型がいいよっていう風になる空気感を作る努力を自分がやれって思うんですよね。だからそういう風に自分も旧車がいいから旧車っていいよってこうやってなんか伝えてるけど、でも乗らないとかしたら全然わかんないし、そもそも乗る機会ねえしっていうね。結局よくわからないんですよね。でその後言われてもうざいだけなんで、だそれらをじゃあ自分がいいよっていう、それが乗れるような手段を用意するのが筋じゃねえのっていうね。だからそれができないんだったら行ってくんなよみたいな。だ排気量マウントしてくるやつって、その排気量だ、大排気量のやつって楽しいよいいよって言うんだったら、それに伴うじゃあ乗せてあげるよみたいな、乗せてあげるって変な言い方だけど、大排気量のバイクって楽しいんだよっていうのを情報発信なりして楽しさを伝える努力してんのかっていうね。してないくせにこんな風に言ってるやつはちょっとなんかねうざいだけっていう。だから旧車も同じね、旧車が楽しいよ、旧車ってかっこいいよとか、そういうのを言うんだったら、じゃあそのかっこよさとか面白さっていうのを伝える何か発信しろよっていうね。で、いろんな人に乗ってほしいから、直し方とか、こうやって何がつくとか、それ、なんていうのかな、何が壊れたらこういう風にして直すんだよっていうのをうちはこうやって出すつもりです。だってこういうの増やしたいからね、仲間をね。増やしたいから、自分はそういう努力をして、なんていうのかな、こう、旧車って高くて乗る、もうほとんどの人が乗れなくなる、ようになると思うんですよ。でもそういうのをなくしたいというか、なんとかして自分の力で乗せられるようにするためには、もう直し方とか作り方を教えるしかないから、だからそういうのを自分がこう今できる環境にいるから、自分はそれをやりたいなって思います。だからね、そういうのやろうぜっていうね、もう自分たちだけで本当になんていうのか、自己中なのかっていうね、自分たちだけ良ければいいのかっていうね、だからそういうのを伝えたいっていうか、だから大人が頑張らないとダメだよっていうね、もう本当に乗るやついなくなるよっていうね。もう若い世代こんなのにもう興味、そもそも興味から離れてくよとかね。だからなんていうのかな、寂しくないのっていうね。本当にね、なんていうのかな、どうでもいいと思ってんのかなっていうね。だからみんなで仲間増やす努力しようよっていうね。だからそれをね、若い世代にやらせんなよっていうね。だからこの、なんていう、本来大人がそういうのをなんか用意してくんで、場を用意して次の世代につなげてくんだよっていうね。だからそういうのやろうぜっていうお話でした。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ次から多分この KZ500 の方から先に組んでいくと思うんで、ST の方はちょっとその辺情報が分かり次第この辺進めてきますけど、とりあえず同時並行で進めていく意味ではこっちは多分優先的になると思うんで、じゃあ次から
この 500FX がどうなっていくか楽しみにしてください。じゃあご清聴ありがとうございました。